やばいぞ博愛会、何かしてるぞ博愛会、ここ十勝の発展と皆様の幸せに貢献します。もう博愛会から目が離せない。博愛会グループ。皆さんこんにちは。お達者してますか？この時間は博愛会お達者クラブをお届けします。コロナ禍が続き、各医療機関や介護施設では感染症対策のため介護施設に入所する家族に会えない状況が続いています。おじいちゃんおばあちゃん元気かな、会いたいな、思っている方も多いでしょう。この番組では博愛会の各施設を利用されているおじいちゃんおばあちゃんの声をお届けします。それでは今週も元気にいってみよう。皆さんこんにちは。博愛会グループ介護老人保健施設アカシア理学療法士の伊藤誠一です。はい、すいません。ですね、アカシアではですね、通所リハビリテーション、6月28日に縁日のイベントを企画しております。縁日では射的やスーパーボールすくい、パークゴルフ、その他ミニゲームなど、お楽しみを、いくつかご用意しております。通われてる皆さんで初夏を感じられたらいいなと思っております。こういった今回の縁日のような企画をですね、何かしら毎月、用意させていただいております。またですね、サイバーボッチャっていうのをですね、道内唯一で導入しております。アカシアの通所リハビリに通われている方に、現在もですね、大好評をお楽しみいただいております。これからも、こういったワクワク、するような生き生きするような企画や仕組み作りを心がけていきたいと思いますので、今後ともアカシアの方よろしくお願いいたします。では今日も最後までお付き合いください。お達者クラブフレンズリレー、今週はアカシア通所リハビリに通われている宮内直子さんと川瀬玲子さんにお話をお聞きします。それではよろしくお願いします。私たち博愛会メディカルグループは、地域住民すべての命を大切に、心に届く温かい医療、介護、保険、福祉を支えます。メディカルつながる街づくる博愛会メディカルグループ778JAGA。ではお達者クラブフレンズリレーの時間です。今日もアカシアに通われているお二人の方に登場していただきます。それではご挨拶をお願いいたします。はい、宮内直子です。年齢67歳、出身地は千葉県です。川瀬玲子、年齢70歳、出身地音更町です。はい、ありがとうございます。ちょっとお二人にですね、今週はだいぶね、あったかくなってきたなっていうところなので、お二人にちょっとこうあったかくなってきて、やりたいこととか、夏の思い出みたいなところとかもお聞きできたらなと思ったんですけど、どうですか？そうです。川瀬さん、何かあります？私はもう桜は散ってしまったんだけども、桜で仕事場の仲間と一緒に焼肉パーティーをやったのが思い出になってます。あとはね、ブラック私農家なので、ブラックのところに実家へ帰ったら、ブラックの人と集まって、そこでまたバーベキューをやって、ワイワイやってましたね。北海道ならでは。そうそう、
られてた。そうそう、うん、実家が農家なので、はいはい、うん、そこへ帰るとき帰ったら、うん、皆さんが集まって夜になるといっぱい飲みながら、いいですね、歌いながら、そうそう、やってましたね。夏の思い出ったらそうですね、うん、まあ、仕事場に来ちゃったらもう仕事場の方で、まあ、たまに、うん、帰りに、はい、ジュース1本あげるから、はい、これで宴会やりなさいって返されましたけどね。あ、いいっすね、うん、じゃあ、あの今、うん、こう暖かくなってやりたいことって言ったら何かどこかあります？やっぱしあれかな、どっか遊びに行きたいね。あ、なんか外歩いてちょっと出たりとかします？全然してなかった。最近してないですか？してないんです。そしたら、うん、それがね、先生、あの病院の先生にちょっと太ったからお散歩しなさいと言われてそれがちょっとショックがあります。だから、まあ、歩くことかな。うん、ここも気をつけなきゃいけないですね。うん、そして私が音更ばっかしなので帯広の金庫ってわかんないんですよね。あ、もともと音更にいらっしゃったので、うん、いた、うん、仕事も音更だったから、はいはいはい、今もう辞めて帯広にいるんだけど全然友達ができない。そしたらやっぱりここへ来てみんなと話してた方が楽しいね。うん、はいはい、うん、そうなんです。赤社に来ることでちょっとお話もできるし、ちょっと運動とかもやるし、うっぷんぱらしもできるしね。ちょっとね、この暖かくなってきたので、ちょっとお散歩なんかも ね、出るからいいですね。そうですよね。僕もじゃあお散歩してダイエット頑張りたいと思います。皆さんどうですか？私は水着を買いました。水着を買いました？はい、すごい、すごいですね。いや、刺激的な話な、今ね、違うんですよ。うちのそばにプールあるんですよ。だからまだ泳げないだろうけれど、プールの中で歩こうと思って、そうすると膝のに負担もかからないし、でこの間主人にどうせだったらもういい水着買いたいって言って、あちこちあちこち見て回って今度見せましょうか。いいですね、個人的に写真撮ってきます。旦那さんには聞いてたわけです。水着買って帽子買って、うん、やっぱり、いいね、お医者さんに聞いたんですよ。あの、はいはい、今脳の関係だから、はい、そっちの方のお医者さんに、先生、水着買っていいじゃなくてプールでプールで行っていいですかって聞いたら、いいよいいよって言うから、うん、歩くぐらいだったらね、まだでも泳ごうと思って泳いだら沈むかもしれないけどって言われたんですけど、とりあえず歩いてやってみようかなと思って。いいです。じゃあ先生から水着買うことの許可を得たということ。そうなんです。違う。今ね、せっぱ、2段階に分かれてて、うん、はいはい、あのあれですよ、膝までのこうズボンと上こうそうね、昔のちょっと色っぽいビキニやなんかじゃなくてあるんですよ、そういうのが。ちょっとこう運動しやすいような。そうそうそう、うん、あ、はいはいはい、うん、あ、いいですね。僕いいです、好きですか、うん、そういうの、はい、ああいう感じで。ちょっと困ってるじゃないですか。水着は男の人みんな好きですね。一応そんな予定してます。はい、じゃあぜひちょっと、はい、できた際には声かけていただいて、はい、大丈夫ですかね。はい、ありがとうございました。はい、そろそろね、なんか早いとこだったらお祭りとかもね、7月の一番最初、幕別でやるの。あ、幕別は4月なんですか。そう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 、もう花火が好きだから、うん、いいですね、やっぱりこう打ち上げ花火がいいですか。
お二人はうちでやるんですね。いいですか、家でやるんならこの線香花火、あれはね、いい、あれもね、どっちが落ちないように、ね、昔ね、僕も上手だったんですけど、最近あのお酒ね、飲んじゃってるから大丈夫、それ中期っていうのまずいな、線香花火いいよね、癒されます、ね、癒される、うん、一枚花火大会も花火、はい、花火私大好き、うん、ですね、まあ、今年はね、普通に開催されるんですかね、またね、コロナもね、5類になったってことで、ね、前みたいに花火大会があればいいですね、いいですね、ね、ありがとうございます。では今週のお達者リクエストです。今週は川瀬さんの好きな曲で、美空ひばりで川の流れのように、はい、ということなんですけれども、はい、この曲にはどんな思い出がありますか？これは亡くなった旦那の好きな曲だった。おそうなんです。そうです、うん、もう、うん、3年4年か4年経ちますけどね、4年前、そう、好きでよく歌ってた。ちょっと残念なことは残念だけどね、思い出はあります。ありがとうございます。はい、それでは、皆さんお聴きください。川瀬さんの大好きな曲です。美空ひばりで川の流れのように。両親が65歳を過ぎたら、そんなきっかけからご自身やご家族の将来について考え始めてみませんか？例えば施設のこと、介護と仕事の両立など。医療と介護の相談室支え合いでは、平日9時から17時まで複合施設青亀ビレッジにて個別にお話をお伺いしながら一緒に考えていきたいと思います。その他、電信通り観光道の駅イランカラプテにて出張個別相談会も定期開催しています。いずれも事前にご予約いただけると、お待たせせずにご対応させていただきます。お申し込みは0120-331-891 331-891、フリーダイヤル支え合い博愛まで。やばいぞ博愛会、何かしてるぞ博愛会、ここ十勝の発展と皆様の幸せに貢献します。もう博愛会から目が離せない。博愛会グループ。